ママのはここに連れちけ怖っいやまあちょうどね3時になりまして、うんはい、もうちょっと眠たくなってきたなという人たちいらっしゃるかもしれない一旦こう気引き締めろという意味でそうそうそうキュッ ねそ<の>あとは、って、ね、<laughs> 水道のめじゃ口がきゅっとひねった音でしたけど、<laughs> うん、あのー、あとね、ほら、おやつ時ちょっとこう休憩しようかなっていう方が、気分変わったと思いますよ、うんはい、今のタイトルコールで。さあ,さあ、今日もあなたのお悩みに、光るママがズバッと答えを出します。ははい来ておりますか今日はラジオネーム ココナッツ大好きさんから届きましひ、はい、光るママこんにちは」ちは今日は困ったことがありメールしました「<う>10月に私の家の裏の物件に若夫婦が入ってきたんです」ほうほう「最初は挨拶もして話もしていい人だなと思っていたら最近夜中や朝方に暴走族の数人を連れてきて」<laughs> ってて話をしているんですあら、まあ、<laughs> すぐ下だから話は聞こえて飲んだペットボトルやお菓子の食べた袋など私の敷地に捨てていってるんです、はあ、旦那さんが一度言いに行ったんですが無視されたみたいですそしてもう一つ怒っているのは、うん、我が家で育てている花をハサミで切って持っていってるんです、うん、光るママ、まはあ、何かいい方法ありませんかなんだろう これ困るねえ。ふざけた奴らだけど、うん、そんな暴走族でも、お花好きなんだね。<laughs> <laughs> ち,ょちょっと、いや、違う違う、その、いや、違う、その、何のために花を取ってんのか、その、んだかね、いや、バン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 、お前誕生日なんかちょっと待ってき花 <laughs> チョキンチョキンプレゼントやひどいでもダメよ、ね <laughs> 花好きなのかななんか。<laughs> だとしたら、絶対やっちゃだめじゃない、なおさら、自分でそれて,てくださいよって,話よいやてこれってさ、そのね、うん、光るママにはどうしますかでしたっけ、それとも何てきた光るママ、い、ま、いい方法ありませんかいや、もうこれに関しては、に家にゴミ捨てるとか、花<あ>をちょん、ね、バーンって切るわけでしょ、うん、警察に言った方がいいよね、絶対これ、器物損壊とかさ、いろいろ当てはまりそうよね。い え手入っとった人の敷地。人の敷地内の鼻の中に手入れて写真に入たい。そうなるよね。確かに。土地のその線の上は空中でも入っとくことになったそうだよね。何を言ってるんですか。ビョンって出てきてるのかなと思って。いやいや、さあ足ご投げ入れてるからさ。足を入ってなくて、その。そうね。そうよ。だからそれに関しては、だって人の家のね、これ絶対鼻を切るなんて絶対だめだし。もちろん。もうそんなゴミ捨てられる もうじゃあバッと持っとって、ゴミ投げた瞬間、打ち返せよで,もでもこれさ、本当にちょっとお手間だとは思うんですけど、うん、防犯カメラつけてね、ちゃんと証拠を取っといた方がいいですよ、うん、防犯カメラをつけなくても、例えばスマホで待っといて、その瞬間を抑えるとか、うんまあ、証拠とか大事だから取っといた方がいいよね。 そのね、まあ、後ろに引っ越してこられて、ご、まあ、近所付き合いもあるから、トラブルに発展したくないんだろうなっていう気持ちはあるのよ。だし、ちょっとこう、怖いなと思ってらっしゃるかもしれないです、ねうんあのね。暴走族に関してはね、まあ、2、3年待てば消えます。あ<う>あ、やっぱり今、走って楽しい、ねね、人たち、だから引っ越してきたところの2人が暴走族なのか、その人の子供たちが暴走族世代なのか、いいね、その友達だって、 もうから、40、50で引っ越してきてた、そのね、<laughs> 暴走族のおかしかっただけど、で,でも、その家族じゃなくて二人組なんでしょ <laughs> ってなったら、その二人組が、昔やんちゃしよって、そこを慕ってる兄貴みたいな、ボス的な感じで、なんかた,むたまったりしてるんだったら、まあ2、3年あったら、もう就職したり、大人になったり。 あのー、まあ、いろんな東京行ったら大阪で散らばってね、暴走族のその集まりはね、2、3年で亡くなりはします。そう,ね、うん。なんか、今うるさいだけで、それはいつか消えるけど、もう今うるさいのはもう、なんだろうな、これに関してはもう、なかなか難しいところあるタイそこにずーっとバン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 言うてね、1時間も2時間もずーっと音を吹かし終るならあれだけど、うん、なんかたま、家に来るときにバイクの音がうるさいとかじゃちょっと言えんたいその、そね、だってエンジン止めたらさ、もう、 その、なんだろう、うるさくはないわけじゃん。でも私はあんまり見たことないよ。その暴走族が店に、家に来て。いや、私も田舎だけどね。それはいっぱいおったよ。私の友達だって走り寄ったよ。でもうちに来るじゃない。庭に。バンバンブルーンっあきたきた来たと思って来ても、<laughs> エンジンは止めるけん。今それがうるさいって多分言ってると思うのよ。<laughs> <えー笑>そこに関しては、もうちょっとね、なんだろ、うそこでずーっとバーンって吹かし読んだろ、その迷惑行為だけ。溜まって話をしてるっていうのがまたちょっとうるさいんじゃない たまって話をしてるんですだからその話は聞こえてきて,ってしかもそのゴミとかを捨てられるのが嫌だった、うん、からだからその暴走族っていう話はもう,もうそのうち23年であの消滅します <laughs>、はい、その族は、ねはい、じゃあたまって話をするのも <laughs>、うん、だからたまって話をするのに関してもその人がいなくなるんでそういうことや、ねはいあのー、そこでたまることはなくなりますでもさ 旦那さんが一度言いに行ったんですが無視されたみたいですって勇気出して言ったねだからでもんやんちゃやくやうるさいやお前知らんなって <laughs> 言われたんじゃないそこで多分あすみませんでした」って言うとそこで「すみませんでしたって言うと」って言えるような子たちだったら、ね、そこでぺちゃクちゃ喋ってね人の家の庭にポンってゴミなんか捨てんってそうね、うん、それかどうもう本当仲良くなってしまうっていうのは そして、あ、お隣さん、裏には。は大変よ、仲良くなる。で、いや、裏の方にご迷惑かけちゃいかんと思わせるぐらい。うんうん、いや、でも一番いいのは警察だと、もうこれに関しては。そうね。もう、それはだってね、人のところに投げ込むとか、鼻を切るとか。 もういかんことしょるわけだっけん、それを自分が注意して、なんかもっと大きなトラブルになるぐらいだったら、初めからもう行政、その警察が入れて、もう次、こういうことがあったらアウトですよとか、もうそ関係悪くなったらしょうがないで、今の時点でも悪いんだけあそれで、すみませんって、今後気をつけますっていう人たちなのか、なんや、後ろの人らうるせえわって思うかもしれんけど、どっちにしたって、こっちが我慢しとったら一生続くことだっけ、うん、関係性はなくなっても、向こうがそれで終わるんだったら、それが正解だし。 もう絶対だって、やっちゃいかん、一線を踏み外してるわけだけだこれはね、ねちょっとひどすぎるもんね、<う>はあ、もうじゃあ、ちょっと相談に行って、もうだからも、もう、もう、しかるべき機関に相談をし、するしかないよ、だって、でももしかしたらさ、言ったわけだから、いや、一回も言ってなかったら、ちょっと一回だけ、その、そね、言ってみるとか、うちはゴミ箱じゃありませんとか、あのー、ね。 その試してる人たちに気づかれるようにさそれか一回さあのほら防犯カメラ設置24時間撮影中とかシール貼ってみるとかああそうねそれもあるよだって、うん、はもうあとね有効的なのは明かりがつくねあ<ッ>それも大事よね、うん、まあ本当にそれってさあの今回のことに限らず、うん、防犯という点でも そうそう明るくなるだけでさやっぱ眩しいってなるしさやっぱ暗いとこ好きじゃない悪い子ちって暗いとこ好きだから明るくて見られてますよってあれ目と一緒だから光が照らされた瞬間見られてますよって何かしたらばれますよっていう一個の合図でもあるけんそれはいいんじゃないでしょうかだからそういうのをしてそれでもだめなんだったらあれだしもしかしたらさもし警察に行って警察からこう注意されたらあ言ったなとか思われるのが怖いと 思ってたらさいやいや、でもしょうがない、だって、もうそれで、警察に言わずに、自分で解決しようとたら、なんとかしようの方がもっと危ないけどね、うん、いやだからまずその前に、一段階シール貼るとか、うん、だからそこの家がどういう家なのかもよるしね、うん、一軒家でも一生のお付き合いなのか、賃貸で、賃貸でたまたま今、来てるだけなのか、はいはい、あと自分たちもだからそこに今住んでて、その裏,裏の人たちがさ、 今だけその引っ越してきたての時ってやっぱ友達呼んだりするじゃない。まあそうだねって10月だから最近やもんね。うん、そうそう引っ越してきたけう家に遊びこいよとか<ー>ちょっと、ね、家に呼びたい招待したい年頃でもしかしたらあと12か月もすればもう落ち着いてあもうこんくなったねがあるかもしれんけん。あと多分 あ,のあまりにうるさかったらココナッツ大好きさんだけではなくご近所の方もね、うん、うるさいなって,なんていつかは警察にってなると思いますよね、うん、だからもう、まあ、私だったよ、はい、もう本当にそこから投げ込まれたゴミって分かってるんだったらそのゴミ全部集めて向こうに返す <laughs> にお忘れ物ですよって。 あ,あの、これ、これ、今今月の分ですって言って、その、あの、全部袋に入れてね、まあ、これ今月の分ですみたいな感じで、今月うちのお庭に入ってたあなたの方から、あの、入ってきたゴミになりますみたいな。あの、袋まとめてますんで、って。あとはあそこのゴミ出しするだけです。ゴミは月曜日と木曜日になりますんでね。 カンカンとかはもう分けてます。こっちで捨てました。とか言って。もう嫌みよ、嫌み。<laughs> でも、そうやって明るく言われたらもう何も言えないかもね。いいかもよ。うん、あ、すいません。いや、捨ててないですよ。あ、いや、あんたたちが捨ててないんじゃなくてね、あんたの家に遊びに来た周りの友達がね、うん、こうやってうちの方にね、ゴミば捨てらせたいて。だけど、そういうね、あのー、常識もわからないような人たちは付き合う方がいいと思いますけどね、それでも付き合うなら、あのー、ちゃんとしていただいた方がいいかなと思われます。<laughs> なるほどね。うん、上手上手。 まあしきないよそこまでなかなかね普通はね、うん、し,しにくいとは思うけど <laughs>、ね、でもねもうこっちは悪くないんだからう、ね、もう証拠を取って、あのーまあ、警察に言うなりなんなりせんと、はい、育ててる花を切られてたらたまたまじゃないよこれでもっとエスカレートしてきたら嫌だしね,ね、うん、もうそれかもうそういうことしてポイ捨てしてるシーンをもう隠し撮りしてそれ写真にして現像してお花の上に ピッてこうクリップとかでつけて、<laughs> あ花を切ろうとしたあこれ俺たちの写真じゃん、やべ <laughs> ポ,ポイ捨てするとこ撮られてるとかさ、鼻切ってるとこ撮られてると思って<あー> <laughs> もう無言のメッセージね。うんまあ、でも非現実すぎるから、ちゃんと <laughs>、はい、あの警察の方に相談するとか、うん、あとはそういう役所とか、そういうなんかね、迷惑行為とかあるんだったら、うんね、一言こういうトラブルがあります多分 近隣の人も思ってるはずなのよ、うんそ,うね、そこの人だけじゃなくて騒音問題とか、だからそれがなんだろう5分、10分の我慢できる時間なのか、うん、それとももう1時間も2時間もわもーわー言って喋りよるのか、うん、その辺はあは、のー、臨機応変に、自分たちがもうバカ見るけん、そんなん、我慢だけしとったら。そうね あとは本当に警察に相談なのか、行政でこういうことがあるときは、どこにどういうふうに相談に行ったらいいですか、どういうふうな手順を踏んだらいいですかっていうのを、うんそうね、専門家に聞くっていうのも大事かもしれませんね。大事たただだ暴走続くはははそそのううち消えままますすれけ言ときわかりました、はい さて光るままのここに連れちけあなたのエピソードやお悩み24時間受付中ですはアットマーク rkbr.jp までお寄せくださいガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊バッテン少女隊の春野木ナと葵りるわです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます アップル、スポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「バッテンラジオタイと検索してフォローをお願いします。